カッチンコッチンじゃん。なんで俺大金財布に入れちゃったんだろう。体の中身ないかもしれない。泣きそうなくね。全部うまっ。なんかイライラも吹っ飛んだね。おはよう。おはよう。おはようございます。そう起きるのね。で昨日さライブあってさ、ちょっと2時まで、いや2時までちょっと寝られあった。あやあやばい。なんで裸なの、なんで裸なの、えなんで裸なの。シャワー入ろうと思って。あそう、おはようございます。今日は第二の故郷岩見沢というところに最後、今年初、あ、初じゃない、キャンプにまた行きます。なんでまだキャンプなの。行きたいんだって、彼が行きたいんですって。のびちゃんが行きたいんだって。あ、雨だけど午後から晴れるらしいので、はい、行ってきます。岩見沢近いんですよ、割とね、そんな遠くないので。今ちょっと10時出発ぐらいだけど、とりあえず準備していきます。どう、これ2回目のレタス、あれレタスじゃない、サラダ生えてきました。もうこれ最後かな、最後にしようかな。サラダこれちょっとキャンプに持っていきます。サラダよし、ありがとうね今まで、みんなバイバイ。うわすげえね。なぜ、ちょちょちょ、ああおいおい、なんでこんな黒かったの。いやちょっと今日はなぜキャンプ、いや、あの早く来てじゃん、来たしょ。いやなんでこんな、今日のキャンプなんで行きたいのって理由を聞きたかったの。え、うん、夏の締め、夏の締め行きたかったの、うん、うん、っていうことです。締めくくりに行きたかったの、うん、はい。このシーン毎回毎回撮ってますけど、もう疲れますよね。おにぎり、はいはい、なにチキン、なにどうした、あったあったの、えケロちゃんの財布どこやったの。メルボーギえ、この人ビートでいいの。遊具の周りとかは、陽キャ部屋、陽キャ、陽キャ、陰キャ、陽キャ、陰キャ、陰キャが集まりそうな感じ。どういうこと、何言ってんの、遊具の集まりは陽キャが集まりそうな感じで、うん、ケントね、意味わかんない、どういうことそれ。いや人種差別じゃん。差別じゃない、だからなんか騒がしい、気になる、騒がしいって見えない人とかね。あでも遊具に夜まで遊んでる子いないの。いやでもなんか若いさ、なんか家族とかが集まるから、うちはもう音楽、あのうちは音楽は別に食ってないでしょ。多分うちはうるさい方だと思うよ、客観的に見たら。いやパパは静かだけど子供たちいるからうるさいと思うけど、夜までなんかどんちゃんサービスしてる人がいるじゃん。今日雨だからそんな人いないと思うんだけど、多分無料の力を結構、無料の力、無料の力、無料ですから今日はね。無料って言葉大好きなんだけど、無料って言葉いいよね。ただに勝るものはないです。はい、誰か拾ってたら、拾ってくれたらしいけど、もしかしたらあなた神ないかもしれない。泣きそう、あん中に大金入って、分かんない、4万ぐらい入ってるかも。涙ですわ。よりによってもう私貧乏神ついてるじゃん。やばい、もうやだ、ボケが飼いたくない。ボケが飼うとなんか悪魔取りついてる絶対。もうボケが飼わないからね私。なんでリュウと同じことしてるもん私。
そう、リュートもかね、ポケカの呪いでしょ、これ絶対。あ、やだ、本当に泣きそう。お財布落としたんです。あん中に全部クレジットカードも全部入ってるの、免許証も。どうしよう、抜かれてたら。そうだけどさ、なんで駐車場で落としたんだろう、本当に分かんない。いやーマジでショックすぎてうんこしたい。うんこもらえ、もう本当にありえない、ゲロ吐きそうなんだけど。いや私落としたの初めてだよ、あの財布。携帯は忘れたことあるけど何回か。基本的に結構さ、物忘れ的なものが多いからさ。いや物忘れの問題じゃないし、あれはみ出て落としちゃったってことでしょ、要は。そんなパンパンにでも入ってる感じしなかったの、カバンの中。入ってるよ、カバンの中。もうショックすぎてダメ、もう私今日テンション低いかもしんない、一日。なんでだよ、俺が大丈夫、なんでだよ。あ、泣きそう、本当に。もう泣いてるでしょ。なんであの大金財布に入れちゃったんだろう。キャンプなんだ。いや別にキャンプ行くとかそういう前提で入れたわけじゃないんだよ。なんかあるかもしんないと思って入れたのさ。お金振り込まなきゃいけないしさ、月末だし。いや今日じゃなくてもいいんだけどね。ほんと最悪なんだけど。テンションガタ落ちだよ。とりあえずあったよ。いやあったけど、中身入ってなかったらただのすっからかんな財布だべ。食べとか言って、北海道弁じゃん。可能性が。いました、よかった、あった、中身入ってた。奇跡、入ってた中身。多分分かんない、数えてないけど多分あると思う。何いくら入ってたか、残高はよく分かんないけど多分大丈夫。携帯じゃなくて財布あった。よかった。あーもう本当に嫌だ。今ここにあった私ただでさえ注意深いのに。いや深くないだろ。注意深いんだよ財布に関しては。本当にもう、いやいいよ、リュートのせいじゃないよ、ポケカの呪いだよこれは。ポケカのせいだよ、ポケカの呪いです。いちごとリュートの何かのせいって言ってる時点でまたやるわ。まだ進んでないけど、お腹空いたのでおにぎり食べちゃおう。ぜイエーイ。ん？何？おいしい。あ、取れる。ん？あ、取れるの？入った時さ、うん、いっぱいさ、うまっ、大量発生したのに。何？何？普段人いないから。はい、パパ。果てしない大空と白い大地を抱きしめて。大春子連れ狼。岩見沢ふれあい公園だっけにやってきました。目の前にはほらこんな広大な池が広がってます。結構魚もね取れるみたい。一回なんか行ったんだって、この人あっちでも池あるし、なんかおすすめらしいですね、無料で。あ、遊具もあるの、あそこに見えます、すごくない。近場に遊具もあって池もあって最高じゃん。温泉も近くにあるんだって、北村温泉っていう大きい温泉があります。布描いた。はい。だから温泉のところ行く。リュウトも手伝う。あ、ちょっと。え、最大まで？いいよ。もっと引っ張って。いっぱいあげすごいね。どういう話よ。すいませんね。だってママやり方わかんないもん。忘れたっけ？忘れちゃったやり方。あ、ここ忘れる。押すだけ。わかんない、なんかやってる、わかんない、わかんない、まあいっか、
どう釣れた？どうして？あ、いたいた。魚、魚。すごい。うん。何、何魚これ？あ、すごい、ちっちゃい、ちっちゃい。うん。かわいい。釣れた？あ、釣れた。早っ。早いね。あ、ほんとちっちゃい。見して見して。臭くなるけど。臭いよ。あ、すごいすごいすごい。あ、グッピーみたい。入ってねえよ。え？あ、ごめん、ごめん。焼いてくる？やだ、やだ。あ、やばいやばい、死ぬ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 。え、もう？犠牲。あ、死んでない。いや、死んでないでしょ。気をつけてね。ちょ、ちょっと大丈夫？ケツが。ケツがもういい、いい、仕方ない。いいよ、いいよ、いいよ。リオン気をつけて、待って待って、リオンちゃん。仕方ない、仕方ない。違う。うん、ケツやばいですね。早速。大丈夫、着替え持ってきてるから。ほら、キャンプテント立たなきゃ。やばいやばい。パパ一人にしちゃった。怒られちゃう。怒られちゃう。怖い怖い。怒られちゃうから。すぐ怒るから。はい、手伝います。ちょっとリュウト、手伝ってよ。だってこんな大量に釣れたんだよ。あっ、どうもじゃん。待って、これ入れさせて。何を手伝い。押さえて、押さえて、あっち。いや、俺一人やろ。いいよ、ママ。いいよ。上手上手。はい。はい、泥まみれファッションショーでーす。全然違う。入る見て入る見て。ケツどうなの？ケツ。なぜか、なぜこうなるの？もう仕方ないですね。はいはい。全然滑んないね。頑張れ。なんか疲れたので休みます。パパはせかせかいただいてますね。よこせ。痛そう。おお、いった。メニュー紹介をします。もうちょっと、私のお家から持ってきた玉ねぎとナスと、お舅さんからもらったやつだね。これは私のお家から。これも私のお家から持ってきたやつですね。はい、それぐらいっすよか。くっついてるね、肉ね。これすごいくっつくわ。あらまあ、そう、薄い冷凍肉なんですよね。家からしか基本持ってきてません。買ってません。今回はノーノー、何も買ってない。ノーショッピング。あ、ウィンナーも持ってきたやつ。みんなで分け合って食べなさいって。なんで喧嘩すんの。みんなで分けて食べなって。見てみます。ご飯ヘラ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 
米、うまくいった。これね、米めっちゃ美味しい。米ベリベリグまだ凍ってるよ。いやでも良かった、これ、ね、これだけだったら少ないね。いや、てか焼きづらい、めっちゃ、うん、鍋で焼く鉄板、鉄板みたいな、キレット。あ、もう来たくない。うん、ちょっと冬ね、寒くて来たくない。冬全部埋まってんじゃん、雪だらけに。うん、ネギ、ネギ、うん、ネギうまっ。飲むな。あ、飲みたい。これは買いました。買いました。いや、乾杯。うん、うまっ。夕日が綺麗な、綺麗そう。そっち全然違うじゃん。うまっ。すごい。え、でっか。すごい。あら、すごい釣れるんだね。こう釣ってみよう。あ、やっぱり。うまっ。ほろ酔い。あれ、醤油がない。あ、すごい。リオンちゃんもリュウトも今日食べてくれてる。うん、素晴らしいですね。やだ、もうゲップしか出てこない。どうして？俺も。俺も？一緒だね。北村温泉ってどこにあるの？お金かかるの？お金かかるよ。かかるよ。いくらかな？100円くらい。結構でかいしょ。あれ、でかいしょって行ったことあるんだっけ、私。それも知らないわ。すごい混んでるの、ここ無料だから。もう一個ね、リオちゃんご飯食べないの？もう一個肉ちょうだい。はい、なっちゃ、うん、ウインナーいらないの？そうだよ、だから見してて、表紙見して、はい、そうだ、安かったの、これ1匹燻製にする？燻製は変でしょ、サンマはやっぱ焼きでしょ。あら、凍ってる。カッチンコッチンじゃん。カッチンコッチンやん。秋のサンマをね、一足先に堪能しようと思ったらカッチカチでした。サンマ美味しそう。うわうわ、サンマいただきます。うん、うまい。最高っすね。うん、うまっ。うまい、美味しい。わぁ、DHA 取ってるね。うまいね、これ。めちゃくちゃ美味しい。雰囲気が違う。うん、これは美味しいですね。りょんちゃん食べる魚。あ、釣れそうですか？夜お魚さん寝ちゃってるかもね。どう？何ハッピーセット。え、ないね。だから車の鍵は私あるからいいよって。自分で開ける。はい。もうせえばっかり。ハギ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 。違うって。車の中に全部着替えとかあるのさ。持ってかなきゃいけないでしょ。行こう。うん。なに、気分悪い。気分悪いね。あの人のせいで。無理、ルートは優しい。ママはもう無理。本当に腹立つ、あいつ。顔面パンツしてやりたい。腹立つ。ほんと腹立つ。教えてあげなきゃ分かんないに決まってんじゃん。お手伝い何したいって言ってもね、遅い。ねえ、気に入ってたよ、ね、全部俺のせいにするのか言ってたんですよ。本当に恐ろしいわ。恐ろしい、恐ろしいわ、あいつ。ヒドラ、ヒドラ、ヒドラ、ヒドラって違くない？なんか、あ、ヒトラ、ヒトラ以前の問題で、あいつ疲れた、一気に。なんで？もうあの人のせいで疲れるに決まってん、つまんないもん。バカっぽい。まあバカだから許してやるかじゃん。うん、あ、さっぱりした北村温泉。ね、行こう。すごい良かったね。なんかイライラも吹っ飛んだね。生理前のせいか本当にイライラが止まらなくて情緒不安定なんですよ。もう
でも温泉に浸かって、あ悪いことしたなってちょっと反省しましたけど、もう本当にね、眠たいし疲れやすいしイライラするしお腹は空くしっていう、もう生理直前の兆候が現れてます。お腹すいた、ね、お腹すい、また食べたじゃんさっきもうないよ、我慢して。マシュマロは、マシュマロ、うん、おにぎりじゃなくて、あおにぎりも、いやおにぎりもだからパパ食べちゃったよ、だから食べるとき食べないとないよって言ってんじゃんいつも、うん、本当や子供って。何なのほらイライラしてるでしょ、私もう見えないし。ボールで燻製してた、すごい。え、どうやってやってんの、これできた燻製の卵とチーズ、すごい。え、どうしてんの、蒸してんだって、わからないけど段ボールでやってるこれ。蒸してってどれ、燻製いただきます。うん、燻製ですねレポートひどくない、燻製です、すごくあの煙の味が煙ってますね、うん、味が煙、味が煙たいですね。美味しい。あ？マシュマロの串ここにあるから、あ、はい、ありがとう。うーん、チーズ、いらっしゃい、いらっしゃい、はい、どう、マジマイ、もうさ、生理前だからさ、食べても食べても腹へんだよね、どうしてくれんの。充電とかあるから、そういえばトイレ行くとか、あ、見つけたこれ、うん、ありがとう。あれあれってどれあれって一番わかんないワード言われたわ。燻製、燻製でしょ、燻製してないバージョン、ノーマルゆで卵ね、おいしい、うん、背景さ、暗いからさ、全然なんか、あ、ひどいね、顔どうしてくれんの、心霊スポット行ってるほんとだよ。マシュマロ食べたい、食べよう、うん、あ、やばいやばい、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 どうしよう、どうしよう、燃えてる、燃えてる、え、助けて、助けて、どうしよう、どうしよう、え、待って、やばい、え、なになに、どうしたらいいの、え、待って、待って、やばい、え、え、燃えた、え、ちょっと待って、大丈夫、やばいこと、普通にやばいことになってんだけど、大丈夫、あ、ちょ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 、食べたいと思います。見て、そうか、うわ、甘い、おいしい、うん、甘い、糖尿病が加速しそうな味ですね、それぐらい甘いです、膵臓がびっくりしてる、膵臓がすごいおいしい、歯を磨きましょう、よく、うん、おいしい、いいよ、いいよ、いい、いい、ちょうだい、あげる、うわカラフル、これに向けんじゃん、おい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 、私緑だ、いいね、いいね、あーいいね、綺麗綺麗、いいじゃん、いいねいいね、最後でポイって突っ込めばさ、めっちゃ一石二鳥じゃん、あ落ちちゃった、夏最後の線香花火を撮ろうとしたらすぐ落ちちゃった、リュウトの勝ち、おめでとうおはようございます、ただいまの時刻6時半です。あ、うちのチョロモチちゃんに起こされて、釣りをしようよって何度も起こされて、何度も答えを出して今の時間に行っています。はい、彼は5時から起きてます、眠たいよね、はい、釣りを頑張ります。秋のキャンプは寒いね、じゃあどうしたの、箸使えないじゃん、だっていやーこれ箸ダメよ、じゃあママのあげるよ、入るよ、もあげめめ、うん、まあ、しーぷーん、ママだってぷーん、ママリトだってぷーん、あ、ホットサンド美味しそう、やめてよ、座ってよ、いやちうん、泣いた。見て可愛いは？花が咲いてます。やばい、お父さん
ンドを作りたいと思います。ちょっとリュウトティッシュ取って、なんかメガについた。ティッシュプリーズ、1枚プリーズ。ラーメンの汁ついてる、はい、OK、 1つ買っていいのこれ、うん、15切れそうです。塗り塗り塗っていきます。大胆に、まあ、ハンバーガーのバーベキューバージョンです。トマトも丸ごと乗せろ。私が水耕栽培で育てたレタスちゃんを乗せます。よし、サンド、サンド、うわ、チーズ乗せるの忘れたのに緊急事態。完成です。ほら、見て見て、ほんとさ、ほらできた。よし、パッパッパッパ、目玉焼き食べる。じゃあ2個焼くね。でしょ、プルプル半熟。おいしい、うん、私の足に交尾中のトンボが止まってます。やだ、交尾中なんだけど、本当リアルに。やだ、見てこれ、まんま、まさかの卑猥ですわ。はい、チーズ。あ、肉が、なんか美味しい、うまい。そうです。朝から普通にそうだね。クラーメン食べて、ホットハンド食べて、そうだね。おでんメニュー。あら、何なんだけど。アップルトンボどこ行って？最高、美味しい。けどまだ全然満たされてないですね。お腹がやばいです。太ります。デリ前はね、2キロは太るね。もう1個のホットサンド食べれる勢いだ。どうしよう、美味しいね。美味しい、うん、ちょうどいい感じにチーズが、三角に挟めばいいのか。そう、ただボキって折っただけ。パンが2枚に1枚なのが、パンに1枚にチーズが1枚だから倍増して美味しくない。言ってる意味わかる、うん、バンズが1個ないだけ。そうそう、ないだけだけど、チーズが濃厚に感じられるかなと。あー、順位の、すごい、4人家族でも150円、超安い。無料だし150円だし、超いいじゃん、超いいじゃん。大丈夫ですか？ぶつかるよ、ぶつかるよ、ぶつかる。ぶつかる、ぶつかる、ぶつかる。水仙咲いてたよ。綺麗だった。ね、咲いてるね。うん。150円って安すぎない？ね。びっくりしたんだけど、一人150円かと思ったら、え、団体でみたいな。一回でってやばくない？借りてきたんだけど。どう、リオちゃん、楽しい？楽しい。ゆうとは？家に帰ってきました。オルちゃん、オルちゃん、オルちゃん、寂しかったね。ごめんね、一泊。ね、寂しかったって言ってる。ね。うん。うん。ごめんごめん。もう今はね、疲れを通り越して、ゴミ山ですね。ゴミは持ち帰りなので、さすがにね。もう眠気を、俺を構えて、俺を構えて言ってる。ごめんごめん。疲れを通り越して、もう今はパラレルワールド状態ですね。あ、なんか水飛んだんだけど。はい、パラレルワールドに来ています。目は覚醒しています。覚醒剤をやってないですけど、やってないけど、やった時にやったらこんな気分なんでしょうかね。は
い、不思議な感覚です。はい、また頑張りましょう。明日から月曜日です。えっ、オルちゃんも覚醒してるね。オルちゃんも覚醒してる。